特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。僕の好きなライダーヒロインを語ろう。どうもゆうちゃまです。好きなライダーヒロインっていうと難しくて、特撮作品ってあまりそういった感じで見ないんですよね。どっちかというと、このライダーかっこいいなとか、変身をかっこいいなとか、俳優さんいいな、キャラクターいい役だなとか、そういった目線で見てるんですけど、まあ、今回はヒロインに注目して語ろうかなと思います。僕はね、いろんなライダーヒロインの方いらっしゃると思うんですけど、原点にして頂点だなって思うのが沢渡桜子さん。クーガのメインヒロインですよね。なんだろう、ヒロインの立ち位置っていうのはいろいろあると思っていて、見守ってくれる系とか、一緒に共闘してくれるとか、全く関与しないとか、本当に多種多様だと思うんですけど、五代雄介というクーガの主人公をしっかりバックアップしてくれて支えてくれてましたよね。ドラゴンロッドのヒントをバイクで駆けつけて伝えてくれたりとか、最後の戦いの時も本当に心の底から心配してくれたり、桜子さんって本当に一番ヒロインしてると思うんです。それはなかなか塗り替えられないのかなと。僕の中でこうダントツですね、ヒロイン。好きなヒロインっていうと、他の好きなヒロインで言うと暦ですかね。守りたくなる系というか、ハルトが全力で暦を守る姿はもう思い返しても感慨深いものがありますね。他だと何ですかね、キバのヒロイン、二人とも好きですね。麻生めぐみと麻生ゆりの麻生親子。キバは現代と過去で二人いてますからね。戦として変身する回は良かったですし、あのルークを倒す回は本当にあれは神回って言っていいんじゃないでしょうか。いやもう印象残ってますね。劇場版本編含めヒロインが戦うっていうのはまた新しいヒロイン像が生まれた感じしますね。ヒロインっていうのは本当に毎年立ち位置が違って、年によってそれも一つの楽しみになってます。皆さんはヒロインだと誰が好きですか？ゆうちゃまでした。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。